はい今回は p i x i 社より 3D モデルが制作できる無償の WindowsMac 用アプリケーションの VROIDStudio が公開されました現在流行りのバーチャル YouTuber の 3D モデルも制作可能でしてオリジナルアバターは VRM 形式でのエクスポートに対応し VRAR プラットフォーム上で利用できますそれでは 3D キャラクターメーカー VROIDStudio の中身を見ていきましょう はい。アプリケーションを立ち上げると、640×480 から 5120×2880 までのスクリーンのサイズを選択することができます。右下、プレイをクリックすることで、新規作成と開くが選択できます。はい。今回は、新規作成より名前をテスト1とし、オリジナルキャラクターを作成していきます。 デフォルトではすでにキャラクターが制作されているので、ここからオリジナルのキャラクターを制作していきます。マウスのホイールを使うことで、キャラクターのズームインやズームアウトができます。はい、こういった感じですね。シフトを押しながらマウス移動をすることで、キャラクターを任意の位置に移動させることができます。また、右クリックをしながらマウスを動かすことで360度回転させることができ、 あらゆる角度からキャラクターの用紙を確認することができます。インターフェース右側ではパラメーターにて顔のカスタムが可能になっています。パラメーターの枠を左右にドラッグすることでお好みのサイズに、はい、このようにすることができます。目尻を上げるを最大値まで上げ、下まぶたを上げるを上げ、目頭を下げるを調節することにより、はい、このようにキリッとした顔立ちになります。また逆に、 目尻を下げるを上げ、目頭を上げるを上げ、目の横幅、縦幅を拡大の数値を上げることにより、このように垂れ目の甘い顔になります。輪郭では丸くすることもでき、頬を下げるの数値を上げることにより、ふっくらとしたフェイスラインが再現できます。頬を上げることで、シュッとした輪郭になります。はい。このように敷居が高いと思っていた 3D キャラクターの制作ですが、 初心者の方でも簡単にキャラクターの表情を作ることができるので、ぜひ皆さんも v ロ o i d Studio を使って個性あるキャラクターを作ってみてください。今回は p i x i 社より 3D モデルが制作できる無償の Windows Mac 用アプリケーションの v ロ o i d Studio の解説をさせていただきました。それではご視聴ありがとうございました。